はい、ということで皆さんどうもこんにちは、まるです。ことでね、今回なんですけども、まあこれがね、先に出てるかどうかわかんないけど、多分先にガチャ動画、もしくはこの後にね、ガチャ動画が出てると思うんですけども、そちらの方で見事ね、僕はね、武器ガチャ戦争に、武器ガチャ戦争じゃないわ、ガチャ戦争に、ちょっとね、勝利することができたので、こちら見てください。こちらかっこいいね、車の方を手に入れましたと。はい、なんでね、今日はね、こちらの、車をね、使って、まあ今ね、まあそのみんなの生配信見た感じだと一番速いんじゃないかなとは個人的に思うんですけども、まあ、まだね、乗ってみないとわからないんで、そちらの方ね、今回は、枕初心、ジャマイカーでね、比較をしていこうかなと思います。まあ、どの車が一番速いのか、どの車が一番遅いのか、まあ目に見えてわかるかもしれませんが、まあ何が起こるかわからないので、とりあえずやっていこうかなと思います。ということでやっていきましょう。あー、いいね、来ましたね、セダン。ってことで早速乗り換えていきたいと思います。はい、ダン。いやー、めちゃくちゃこの、なんていうの、格好にも似合うよな、この金髪ガールにも。で、いな、やっぱかっこいいよな。なんだかんだ言って、何がいいかって、普通にかっこいいところが僕は好きですね。で、早速ちょっとじゃあ乗っていこうか。まあ乗っていきましょうか。じゃあまあ加速から見ていこうか。おー、はい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 、まあ早いね。いや、早い早い早い、待って。で、こうちょっと曲がってみるね。ここ曲がってみよう、一回。あー、やばいわ。一番さ、やっぱ旋回力っていうのは、この、なんていうの、コーナリング、やばいでしょこれ。いや、これは強い。この曲がりができるのは強い。で、次は何しようかな。まあ普通にこうやって走っていけば、最高速度どれぐらいだろうな。まあ通常時、まあだいたい100、まあ上りで102なんで106とか4とか5ぐらいですかね。まああとはちょっとこの山道がちょっと結構登れるのかどうかっていうのをちょっと検証していこうと思う。まあ今ね、一応ね、サッカー場の方で待機してもらってるんで、先に僕の方がちょっと山道走りやすいのかどうなのかっていう。え、待って、鬼走りやすいんだけど、ガチかこれ。これさ、あれなんだよね、なんていうの、本当にね、わかる、軽くない、浮かないから、こういうなんかちょっとしたデコボコったところ、あ、ちょっと走ってみようか。ここら辺どこら辺だったっけな、あそこら辺のデコボったところとか浮かないから、これすぐね、落ちるんだよ、ぐるって。これちょっとまあ見てほしいんだけど、めっちゃ走りやすい。ほらほら、わかるかなこれ、全然浮かないんだよ、ほら。うわ、ここが違う、全然マジで。いやいや、ごめん、加速つけたらめちゃめちゃかっこいいこれ。待って、この音永遠と聞ける。いや、これぞなんか本当にブーストって感じがするね。あ、やばいやばい、ガスに切ってもらう、やばい焦りすぎた、ちょっとなんかね、やばい、なんかダサいバギーがあるんやけど、これどうしよう。まあここ降りようか。いやー、山道とかもなんて言うんだろう、安定して走れるから強いんじゃないかな。え、なんかね、重い、やっぱり重く感じるな。あ、ってことでね、まあ早速セダン見つけたんで、やっていこうと思います。せっかくサッカー場までちょっと目指さなか。加速使うと、あー、でもはい、でも言うて早いけどな。で、登りやすい。え、本当に山道とかはすげえ運転しやすい、本当に。だからね、これね、めっちゃ使えると思う、シンプルに。これさ、行くよ。これだって普通にこれ止まったままからこれ動くのもすぐ60キロ行くし、で、ここ加速してみ、もう秒、本当にこれで加速使ってみ、えぐいよマジで。いやー、これはね、大会とかね、この車あるかないかでね、目の前の敵すぐ引いて状況変えたりとか、そういうのは多分あると思う、間違いなく。だから、まあ余裕がある人だったら、本当にガチやるんだったら、この車意外とありかもしれないっす。はい、ってことで、今車が、止まってるらしいんで、ちょっと このまま見てこよう。あ、ありがてえ。これ乗ってるのかな。まあこれ今現状ね、最強と言われている、はい、こちら、初心1ですね、こちら。今回協力してもらってるんですけど、まあ、これめちゃめちゃ速いと。これはね、本当にめちゃくちゃ速いんで、とりあえずね、これに今回は勝てるようにしたい。
で、あちらに見えるのが、ゴミカーですね。はい、通称、まあ、ジャマイカーって言われてるやつなんですけども、まあ、多分一緒に走るまでの価値はないかなと思ったんですけど、まあ、性能継承なんで、まあ、今回ね、マクラーレン初心、そして、僕のやつ、あとはジャマイカーでね、今日はちょっとやっていこうかなと思います。まあ、見るまでもないとは思うけどな、これに関しては。すげえわ、あの車。でも、あの車だけなんかさ、なんか、ちゃんとスポーツ感っぽいもんな。なんか、あそこ空いてて。投げといたろ。よいしょっと。ここに並べ。横に並べるよな、多分。もうちょっと俺こっち行こうかな。端まで行こう。で、ここに並んで、かっこいいですね。選手の入場の仕方がかっこいい。お、マクラーレン知ってんな。競技を知ってるな、完全に。あ、どんな順番でもいいんだけどな。とりあえず適当に。とりあえず適当で大丈夫ですよ。で、横にまあ、ついてもらう感じで。あ、わかってる。わかってる。かけっことかの内容わかってる。あ、わかる。逆か、わかってないか。先出ていいんだよな、もうちょっと。ジャマイカ。ジャマイカはもうちょっと先でいいんだけどな。まあ、これでいっか。じゃあ、そのコースなんですけど、わかるかな。コース、サッカー場の、なんか道あるじゃないですか、周りにわーってこの一本道あるじゃないですかこの一本道をバーってまっすぐ走っていったら、多分泊まりの三軒が左手に見えるんですよ。泊まりの三軒、はい、あ、泊まりの泊まりに入る前の三軒です。はいはい、そうです、そうです。三軒あるんで、その三軒の方の左側に曲がってもらって、でまたまっすぐバーっていくと、右側と左側にサッカー場のその坂北に入る方向と、都心の方に行く道があると思うんですけど、都心に行く道の方行ってもらって、で最後は都心のそこ、なんか都心に入らずに左の道また曲がってもらって、この今の現状の位置に戻ってきてもらうという。とりあえずこのサッカー場とどんなと一周説明下手すぎて笑ったそうそう、とりあえずこの一本道をバーって周りを最短で走ってきて、このサッカー場の現地に帰ってこればよろしのお話ということで。あ、泊まりですか。そうそうそう、泊まりに、そうそうそう、泊まりの目の前らへんに行くと思うんで、そこ左バーッと曲がってみたいな加速はまあ、なしで行こっか。まあでもジャマイカはありでいいっすよ。ああ、なるほどなるほど。あ、ジャマイカもうちょっとあの気持ち前出ていいっすよ。ああ。これかけっこみたいなもんなんで、やっぱちょっとかわいそうなんで、外レーンで一番その雑魚い車でそこいるのかわいそうなんで、ちょっとお前行ってもらって。じゃあ僕が、用意スタートって言ったタイミングで走り出しましょう。はい。はい、ということでじゃあ行きまーす。よっ、あ待って、ミュートにしちゃった。ごめんなさい。じゃあ行きまーす。よーい、スタート。よし、はい、これミュートして。ちょっと俺若干早いから、ちょっとここで一回遅めて、ここからが本当の勝負。あ、でも俺、まあ、内側入っちゃってるもんな。え、でもどうだ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 、速さはでもあんまマクラーレンと変わんないらしいんですよ。けど、まあ、これどうなんだろうな。でもこれ追いつかれないってことは、やっぱ強いかな。だって加速基本的に多分使わないと思うから、まあ、加速どうなんだろうね。加速使わなくても、でもこれ通常走りでこれだから、いやこれ強いぞ普通に。追いつかれないもん、ほら。なんならぐん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 引き離してない。ちょっと俺一回ちょっと後ろ行こうかな。ちょっと遅めてみて、でここでちょっと合わすぐらい。え、でもでもだよ、え、でも速くないこれ俺だけ加速使ってやられた。あ、事故ってる、やばいやばいやばい、ワールドスピードになってる、ワールドスピードになってる、やばいって普通に。あの一番後ろね、あのピンクの車はね、まあ、言うまでもないですよね、まあ、まあ、言うまでもないです、あれは。やばいんだけど、後ろがもはやなんか、醜い争いになってるんだけど。え、でもさ、速くないやっぱりこの車。じゃちょっと同じぐらいになってから行こう。ここで合わせてから、やばいヤンキーすぎる、この車。おい、どっけどけよこの車あ、でもいい勝負だ、いい勝負だ。え、だったらさ、多分この車が一番強いのかもしれん。一人死んだ一人
一人性能検証で死んだやつがうちのモデレーさんの一人のメルチンが死んでも絶対爆笑してる絶対爆笑してる申し訳ないって多分なってるわこれ間違いなく面白すぎかよマジで。あやばい、ちょっと近道しちゃったごめんなさいやばいやばいやばい、あ、ナイスナイス、どうしたどうしたどうした、いやコーナリング悪い、あのピンクい車本当にバリ悪いじゃんということで、間違いなく多分この車が一番最強だと思う、アップデーということで、はい皆さん集合してください、はい、何も言わなくても集合してくれてるね、ってことで皆さん最後は、殴って終わろうかなと思います、はいはいよし、はい最後に、はいありがとうございました、ありがとうね、はいありがとうありがとう、手伝ってくれてありがとうございます、はい横殴りからの横殴りはい、ということで、はい、今回の動画なんですけども、まあ、検証はね、多分見ての通りだと思います。ということで、まあ、お金に余裕がある方、まあ、もしくはね、最強を目指したい方は、まあ、引いてみてもいいんじゃないかなということで、まあ、最強でしたね。ということで、この動画が良ければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ということで、皆さんまた、バイチャー。